藤原の巨牛荘に来ました。で今日はプルコギをグルメリポートします。ダメ、やり直し全然グダグダで全然ダメ。はい、アナウンサーちょっと、はい、今日は藤原の巨牛荘に来てます。今日はプルコギをリポートしていきます。お願いします。そうなの？そうです。どうぞ。プルコギってさ、はい、ないんです、ないんです。プルコギないんですよ今。はい、韓国では焼肉という意味。焼肉って意味なんです。おー、でもここは韓国式のプルコギではない。おー、和風なんですか？ちょっと和風で、多分都内で一番うまいんじゃない？おー、楽しみ。日本全国で一番うまい。韓国式プルコギとちょっと違うけど、まあ、俺もグルメリポートのお母ちゃんと言われてるけども世界中のプルコギ食ったけどナンバーワンから。あ、本当ですか？ここ俺35年ぐらい通ってる。長いです、ね、長いです。じゃあ今日は店も傾いてますから。古いんで。本店です。本店です。あの六本木と全然違う。入っていきましょう。行きましょう。今日は渡辺さんのビクトリー体操優勝祝賀会です。おめでとう。ありがとうございます。本当は9時に帰るんだけど、それで、はい、今日は渡辺さんにプレゼントがあって、はい、ごめんなさい、なんでかここにちょっと置かれちゃうと思う。そう、行けないから11時もあとダメ。もうちょっと帰りなさい。渡辺さんが用意してるの。これすごくない？これすごい。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 ファーストゴールドじゃないですか。ファーストねえ、ファーストレースウィーナーエイジ渡辺名前入りです。いいな。どれにも入ってない。かっこいい。ここにもちょっと入ってるんですよ。一応丸です。来てください。ありがとうございます。上からきっちりその時間内だけ働いて、あとはもう全然働かないでください。一応とかも来ないでください。そんな感じだった。980円の富士山に帰った。おー、いい、いい、かっこいい。チャンピオン、いいね。いい。チャンピオン、ファーストマシーンがかっこいい。そう、俺ですよね。だから、でもお金が発生しないことをやる。めっちゃかっこいいです。めちゃくちゃかっこいい。あの金良かったですね、金。そうだよね、これはだから上のデザインを白用に変えてるんです。あの全然やってる、まあ、午前中だけど。これとこれを、あの今までのやってもらってる T シャツをこれに変えて定番にしてる。なるほど。ガチンさんも当たり前に来てる人いるから。これはもう来て大会出るしかないですよ。最高です。おめでとうございます。これちょっと増やしててくれるんですか？すごい、それいい。最後はチャンピオン。そうそうそう、チャンピオン。最後チャンピオン。頑張ります。かっこいい、いいですね。いいですね。めっちゃいい。ということで、こっちにも優勝カップ入ってるんだ。そうそうそう、面白いっちゃ面白いと思うよ。ここから入れさせてくださいね。前から出てくる。あんたが選んだったら食べたい。やったー、嬉しい。こちらのお肉はお店のものに焼かせてもらってます。はい、そのまま。はい、大丈夫ですよ。おばちゃんがちゃんと焼いてくれるから、もう焼いて終わって、焼いてくれたらこのパンチの上にピッと乗せる。で、あとこのキムチもちょっと乗せる。で、巻いて食べる。すると、はい、分かった。はい、分かりました。これマジで多分
おかわりっていうと、え、マジっすか、楽しみ。最低4人前ぐらい食わないと、うどんが作れない。え、ここいいよね、ここ。まだ中が。まだなんだ。これ中に。うまい。最初に乾いてる。うん。最高。いや、すごい。めっちゃありがとう。こんなところでキシャンが食べれるとは思わなかった。これ苦手。お腹だけですか？はい、はい、いいですか？あ、ごめんなさい。どうよ、どうよ。そんなこと言うけど。どう？ちゃんと喋れよ。あのおばあちゃん、本当に息子ゴートになってねえじゃないかよ。世の中に生きようが何だろうが、めっちゃ美味しい。だからお父さんどうぞ。はい、いただきます。母ちゃんもどうぞ。はい、お父さんもいっぱい食べてて、今日はうちのママも大好き。行きます。いただきます。ありがとうございます。それとはめっちゃ感じたことあるよね。感じるだよ。俺は今まで肉食ってなかったかもしれない。めっちゃうまいし、桜町じゃ食えない。食えないね。桜町じゃないし。いや、これはよ。食べてください。はい。知らないじゃん。美味しい。全部美味しい。めっちゃ。めっちゃうまい。どれも食べてください。やっぱり、キムチを乗せて、肉を。この食い方は、どうでこれ。販売するんだ。あ、これ販売するんだ。あんまり見たくなかったな。かっこいいだろ。めっちゃいいよ。かっこいい。構わなすぎて。いいの。この色っけを俺がしていく。辛すぎてないでしょ。素晴らしい。なんか肌ののちょっとパクった。前、それの、なんかこの色合いの、なんか、なんて言ったっけ、フーディー、あれめちゃくちゃ売れて、今ないんですよ。だからまた外国ですごく人気になるかなと思って。これは可愛い。可愛いでしょ。そう比べちゃうと。いやだって牛乳を買うとかなの。牛よりも外人になかったしかなくて。これのうどんがうまいわ。いろいろ勉強してきました。勉強してきました。勉強してきました。ヒストリーとかを。ここどこにあるの？テストですか？テストで。ちょっとでかい。ちょっと大きい。キムチの手前。この辺が焼けてる。銭湯のなんか剣が来た時にはもうおじいさんが食べてる。プリコで飲んだもん。嘘でしょ。このシワ感出たよね。胃がでかいね。一気に食っちゃうもんね。もこの間のステーキもものすごいでかいの一気に食っちゃうもんね。この辺の飛び出てた気がする。うまい、うまい。あ、こっちご飯、ご飯入れバージョンです。三代江戸年通ってる。初めて。初めて。ここでご飯食べてる。涼しいよね。じゃあいただきます。
これはちょっと一口もいいかな。すいません。それで学校してもらって。はい、お願いします。英検も。ご飯合う。あ、そりゃそうなんだよね。間違いないですね、これ。今一部始終がお前のそのでっけえ口がさっきいけないかもって言ってたね。これいけないかもって言ってたよね。今の言ったよね。これいけないかもって言ったよね。全然いけないよ、バレちゃった。うどんとドリフトガール。何それ何それ、タイトル、タイトル、うどんとドリフトガール。これ撮ってる、はい、うどんとドリフトガール。うどんとドリフト T シャツ。あ、それがサムネにしてサムネ用だけど。なるほど、もうこれですよ、これ、はい、俺の方見てますよ。なんで俺の方見てる。ちょっと私でいかない、溺れちゃうからこうやってやっとかないと。おー、いいですか、時間。いいよ、いいよ、長いから。すごい絡まってるね。すごい、すごい。はい、いらっしゃいませ。あ、やばい、やばい。あ、言っただったっけ。これがメインのうどん。あ、これがメインのうどんです。メイン。箸上げしたみたい。さあ、お味の方は。あっこ。よく来るね。うまお前うどん食えて、俺はうどん食えなかった。我慢するわ。高田さんストップ。ストイックですね。ストイックですね。この間だってチートデイやっちゃったもん。手首が痛い。軽症炎。軽症炎だな。でもコロコロはできるんだ。あ、いいんだけど、なんかこうやって持とうとすると、これが終わる。結局仕事だったんですか。分かんねえだろ。これでミフル動いてる。もう仕事なんですか。当たり前だよ。あ、じゃあ秋ちゃん今働いてるんですか。もう終わったと思う、うん、俺もずっと仕事だよ、ずっと、うん。アリサのカさあ、どうだった。めちゃくちゃ美味しかったです。美味しかったです。今日は渡辺さんが主役なんだけど、そうですね、渡辺さんもアリサがいたからうまさが倍になったよね。めちゃくちゃうまかったですね。めちゃくちゃうまかった。めちゃくちゃうまかったね。この世のもんではなかったですね。勝利の味が。勝利の味がした。それは渡辺さんの一とアリサと一緒に食べたっていうのがよりこうエッセンスとなって、そうですね、最高でした。アリサと食う飯はうまいね。うまいです。これ別に納豆飯でもいいね。納豆ユッケ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 。納豆
というわけで、はい、今回の挨拶のフードコートは石原にある居住所でした、はい、また1ヶ月後ぐらいには違う店で会えると思います。スケッチなんだ。挨拶はもう飯でしか会えなくなっちゃった。違う違う、もうドリフトはやめちゃったんだ。違う、やめてないんですよ一応。いや、本当日程が合わないっていうだけじゃないですか。やめたんだと思って。え、ひどいな。そうなの。そう、シルビアもまだ一応ね。もう行っちゃう。やだ、私乗ってるんですよ実家帰ったら。行って WTAC の式にしよう。最悪最悪。うんうんじゃないんですよ。ということで、さよなら。さよなら。